んなところへ連れてきて何の用だ。問答無用ってわけか。あのパンチは効いたよ。頭のてっぺんからよ、つま先まで響き渡ったよ。今度はこっちの番だろうが。ああ、素晴らしいパンチに敬意を表してよ、いいこと教えてやるよ。これは今まで誰にも言わずに内緒にしてたんだな。後でどうして君はそんなに強いんですかって僕に聞きたくなると思うから教えてやるよ。実はね、僕は亀仙人のところで修行していたことがあるんだよ。その修行の成果を君にだけ特別に見せてあげようじゃないか。おい、はあ、しなさーい、きんとん。おお、ほら見たまえ、あれがきんとんだ。うん、やるかバカ。今のはこの前の不意打ちのお返しだ。てめえの噂か本当かどうか誰も確かめられねえってんなら俺が確かめてやろうじゃねえか。さあ立ち上がれ、リンダ野郎。この野郎、小学生でも引っかかんないような幼稚な嘘つきやがって。思いっきり引っかかったじゃねえかバーガー。おっと、面白い、相手になってやろうじゃねえか。だから俺は坂東を相手にするのとはわ、なかなかやるじゃねえかこの野郎。どうした、もう終わりか。ああ、ざけんな、ありゃーぶっ殺したら腐ったら。なあ、ありゃーぶっしゃー、ありゃー、ありゃー殺してやるぜ、ありゃー死ねー。メリアー、おぬおーやる、よめやる、うぬこれからは手加減しないぞ。上等じゃねえか。これがとどめのパンチだ。なかなか骨のあるやつだったぜ。こら、リンダマン、待て。この野郎、やるぞ。おりゃー、ねえ、おりなあ、気がつきよったぞ。大丈夫かね、あんた。ここは一体。ねえ、びっくりしたよ。わしらが散歩しとったら、あんたが川上からどんぶらこと流れてきたんだよ。三人で引き上げたんだよ。なあ、キュネさん。え、なんだっけ。一体何があったんだね。リンダマン、ということは。あ、何？もしかし大きな声で。俺は負けたのか！
俺が負けた。おい、つねさん、なんだよ、つねちゃんかい。俺は一体そうか、俺が負けたのか。暴力